学校を休んで勉強したい、こんなこと思ったことはないでしょうか。学校を休んでテスト勉強や受験勉強をしたりする子が結構います。で、これなんですが、実は状況によってですね、やらない方がいい場合があるんですよね。で、そこで今日はやった方がいい場合とやらない方がいい場合の違い、ここについてね、お話ししていきたいと思います。まあ、間違えてやってしまうとですね、せっかく学校休んで勉強したのに結果的に受験に落ちてしまったり、成績が上がらなかったりするっていう風になってしまうので、まあ、そんなの前にチェックしていただければと思います。このチャンネルではですね、思春期の子供とお父さん、お母さんたち向けに成績アップ法、受験合格法、あと思春期の子育て法でお話しするチャンネルです。もともと教員で、今はね、1万組以上の親子をサポートしてきた僕がですね、いろいろお話ししています。もし少しでも役に立つそうであれば、チャンネル登録していただけると嬉しく思います。はい、ということでですね、最初に定期テストの場合からちょっとお話ししていきたいと思います。定期テスト、特にね、中学生よりも高校生の子は結構多いと思うんですけど、まあ、定期テスト対策のためにね、まあ、勉強したいから学校へ進みますって子結構いると思います。まあ、僕も実際にね、高校生の時はね、それやったことがあります。で、まあ、これいい悪い どちらかっていうと、結論やらない方がいいです。これなぜかというと、教員になってから僕分かったんですが、定期テストっていうのは必ずですね、学校の授業でやったことを出さないといけないんですね。で、テスト直前になる、まあ、もし休むとしたらテスト直前だと思うんですけど、テスト直前になるとですね、まあ、テストの問題がこう出来上がってきますよね。で、これをこう見た時に、先生の中にはね、やばい、ここまだ教えてないなって思う先生がやっぱいるんですよ、一部ね。そうするとこれどうするかっていうと、テスト直前とかにですね、例えば、よし、ちょっと一つやり忘れてたから、ここ授業でやるぞとか言って、さらっと授業で説明したりする先生が結構いるんですよね。それは何でするかっていうと、さっき言ったみたいに、その部分がテストに出るのに教えてない、やばい、だからやろうっていうような気持ちになるんです。ってことは、言ってしまえばテスト直前の授業を受ければ、もうそれは直接テストの点数アップにつながりますよね。だから受けた方がいいということです。まあ、逆にそこまでね、しっかりやらなかったとしても、例えばプリントとかを配ってね、よし、じゃあテスト勉強対策プリントだから、やろうよ、やろうよ、みたいな感じでテストのね、プリント配る先生って結構いますよね。で、これもどういう気持ちで配っているかっていうと、やっぱり先生たちというのは、自分のクラスの点が少しでもいい点を取ってほしいって思いがあります。うん。その時に、やっぱそういったね、まとまったプリントを配ることで、その中に少しでもね、こう、テストの点数につながるものがあったら、点数アップになるじゃないですか。まあ、そういった意味でプリントを配る先生も結構いるので、なので僕自身の個人的な意見としては、テスト、定期テスト直前っていうのの、まあ、授業はこれしっかり受けた方がいいと思います。まあ、あと、仮にね、なんか、勉強してて分かんないとこがあったら、テスト勉強の時に先生に聞けたりもするので、そういった意味でもね、これ受ける意味あるかと思います。はい、次、受験勉強の場合ですね。まあ、受験勉強も同じようにね、まあ、受験直前になったらね、ちょっと休んで家で勉強しよう、図書館で勉強しようとね、思う子がいるかもしれません。まあ、僕もね、先ほど言ったようにね、高校生の時は、ね、まあ、ね、学校休んで図書館に行って勉強したところもあるんですよね。で、結論これ、どう、いいか悪いかっていうと、まあ、僕はね、あんまりおすすめしません。これなぜかというと、まあ、結局ですね、まあ、休んでこう勉強したとして、まあ、そこでやれる時間がまあ5時間だとしますよね。で、学校に行ったらですよ、まあ、学校も学校で結局なんか、まあ、ほぼほぼね、こう学習過程が終わっていたら、実習の時間、受験勉強の時間みたいな感じにしてくれるんですよ。って考えたら、まあ、その時間で別に勉強したらそんな変わんないですよね。まあ、本当に隙間時間までね、やりたいから休むって意見もあるかもしれませんが、まあ、学校に行ったら学校に行ったら、例えばね、わかんないものをそのまま先生に聞きに行くことができたりとか、あとは休憩時間に友達と喋ることで気持ちがリフレッシュしたりとか、そういうね、他の意味のプラスとかもあるんですよね。だからわざわざまあ休んでやることはないのかなっていうのが、まあ、これ、受験勉強に関しても僕なりの意見になります。じゃあここまで聞いてね、じゃあ道山先生と、じゃあ休、どういうケースは休んだ方がいいのでしょうかって思われたかもしれません。これ実はあるんです。絶対休んで勉強した方がいいっていうケース、これ何かというと、もう結論、体調が悪い時です。うん、当たり前だと思うかもしれませんが、例えばですよ、じゃあ微熱があると、37度一部熱があるとします。で、この時に今の話を聞くとね、まあ、テスト直前だから頑張って学校行った方がいいかもしれない、頑張ってね、学校で勉強した方が受験が来るかもしれないと思ってね、行く子いると思います。ただこの時にもし行って、そこで頑張った結果体調が悪化して、テスト当日に、38度とか熱がなってね、で苦しいまま受けたらどうなるかっていうと、やっぱ当日点下がりますよね。そうなるぐらいだったら僕は休んで、やっぱ体調万全な状態で行った方がいいと思います。あ、これ受験も もちろん同じですね。まあ、受験直前ね、ほんと1週間ぐらい前からね、ちょっとでも体調悪かったらやっぱり早めに休んで体調回復した方が当日のね、集中力とか絶対上がっていくと思います。なので、まあ、まとめると、勉強するために休むっていうのは、それはあんまりおすすめはしませんが、まあ、本当に体調が悪い。うん。
っていう場合はしっかり休んで、まあ、休みながらもね、まあ、微熱だったら別に勉強家でできますよね。でそこで少し勉強しながら、まあ、休む。そしてちゃんと万全な状態で、まあ、受験もしくはテスト勉強、テスト、定期テストを受けるっていうのが一番理想的な方法かなと思います。ということでね、まあ、今日は、休むべきかどうかって話を、ね、してきたんですけど、まあ、やっぱ一番、ね、成績アップに大事なのはね、勉強効率を上げる、あとお父さんお母さんだったら子供のやる気を引き出す、うん、この辺がやっぱ一番、ね、成績アップにつながるんですよね。でそこで僕はね、現在、7日間で成績アップというね、成績アップ無料講座という講座を無料で配信しています。この動画の、ね、右上からチェックできます。まあ、この中でね、お父さんお母さんたち向けには子供のやる気を引き出す方法、あとは子供たち本人向けには、まあ、勉強効率を上げる方法を、ね、お話ししておりますので、まあ、もしよかったらね、親子で一緒にこちらもね、参考にしていただけるとより成績アップにつながるかなと思います。